違法立浪監督パワプロでも無理なことを言い出す。栗には3勝を献上。対策が急務だ。右はシュートを意識させられる、左は引っ掛けさせられたもんだが多いと傾向を口にした。同監督は全般的に打てる打てないはあるが、追い込まれていないのに当てに行ってペアに入るのが目立つ。追い込まれる前なら狙ってない球を落ちに行くこともあるが、空振りすればいいとストライクカウントを頭の中で整理し、追い込まれる前は当てに行く打撃を回避するように言及。まっすぐを待って変化球を打つのも触れるようになっていかないと相手も怖さがない形になる、チーム全体の課題と話した。そんな器用なことできたらこんな品出せんじゃないやろ。立浪みたいな2000安打打つようなレジェンドが当然のようにできることがみんなできるとは限らんのや。こういうタイプがコーチや監督になっちゃあかんやろ。パワプロでもそんな器用なことできんわ。一郎ですら悩んだのに。凡人の気持ちがわからんタイプの天才やったか。じゃあ三振しますね。立浪 A ゴロを打て、立浪 B 空振りしろ。そんなこと考えながらバット触れるほど今の NPB レベル低くないやろ。投手の進化に必死で食らいついてるのが現状。やっぱり監督じゃなくてコーチやるべきだったな。そのうち全員が大谷みたいに投げて打てばいいのにとか言い出しそう。選手の能力が5だとしたらファンは7ぐらいを期待して、立浪班は10ぐらい期待しとる。3日後にはなんで空振りするのかって言ってそう。でも空振りしたら戦う顔をしてないと言われるんやろ。みんなが2000本打てる打撃力あると思うなよ。このレベルのレジェンドならできそう。12年間パワプロやって監督やる準備してたやろ立浪。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。